ミックスダブルスを近々やることになったんですが、繰り返して練習するしかないんでしょうか。この感じで言うとですね、前衛が苦手なんですよね。まずこれができてないです。話を聞かない、考えないで感覚でやってる方が多い感じがします。話を聞かせることって難しいです。これはちょっと難しいんですけど、話を聞いてもらおうと思うから無理なんです。話を聞いてもらうんじゃなくて、話を入れてあげればいいです。変な話、無駄じゃないけど、なんかこうこうこうでこうでよ、こうでしょ、こうでしょ、絶対に覚えて頭に入れたいこと、これ伝え方の問題なんで、こうこうこうね、1から4まで言ってるけど、最後の5ね、これが一番こっちからすると伝えたい、これだけは絶対やって。もう言い方悪いけど、今の1から5まで全部あなたにとっては必要かもしれないけど、1から4よりも最後の5、絶対にこれだけは頭に入れてっていう風にすると、あ、5個覚えなくていいんだって思う子もいれば、それだけはこう頭に入るわけなんで、僕は結構そういうやり方もしますね。なんでかというと、さっきも言った通り、10人に言って2人3人ぐらいしか理解してくれないんですよ、こういう話っていうことは。同じ1人の人間に対しても5個のことを言ったら1個しか理解できないんですよ。5個のことを言って5個理解できれば一番ベストですよ。でもそうじゃないじゃないですか。5個言ったら1個ぐらいは入るでしょみたいな。でもこんがらがっしゃダメなんで、そういうような言い方かなっていうふうに思いますね。今回のヨネクスオープンの総括をお願いします。まあ、渡辺東の優勝して2位がホキコバ、3位がまあなんかちょこちょこいましたけど、僕は見に行ってないんで解説はしましたけど、日本のことだけを言うと、まあ一つでも優勝できてよかったなとは思いますね。まあその各種目があるんで、日本のことだけで言うと渡辺東の方が優勝できてよかったなと。全種目優勝してほしかったですけど、そういう感じかな。あとは去年もそうだったみたいなんですけど、僕らの時って9月の中旬かジャパンオープンやるイメージがあったので、去年ぐらいからジャパンオープンが夏この時期に開催してるので、子供たちが夏休みだから、まあ、見に行けてるのはすごくよかいいな、いいことだなっていうふうにすごく思ってますけどね。僕らの時は土日しかやっぱ子供たち来れないんで、あとは夜だよね、夕方の3時とか4時ぐらいからしか見れてないイメージがあったんで、それどうにかなんないかなと思ったんですけど、そういうのも解消されてるんで、そういう点はすごく良かったかなというふうに思いますね。前衛が苦手で、前衛にいる時に捕まえた方がいい球を振れず、どう練習していいかのかわからないです。ミックスダブルスを近々やることになったんですが、ストレートを張ってブロック、あとはクロス前のネットを取るように言われたんですが、うまくできず同じ形を繰り返して練習するしかないのでしょうか。この感じで言うとですね、前衛が苦手なんですよね。もう絶対的な典型的な例いきますよ。ラケットここです。僕はよく言うんです、ラケットはスマホです。 LINE を打ちます。文章を打ちます。どこだったら LINE の文章が打てますか。携帯あるでしょ、ここで打てますか。 LINE の文章ここですよね、打てるの。まあここだったらもっと打てます。ここで、ここ一番打ちやすいです。そこにラケット持ってくるんですよ。これも一緒です。動かさないといけない。まずこれができてないです。絶対これができてない。こう構えてる、絶対。まず一つ目の、でストレートを張ってブロックした場合ね、タコ犬ね、で今言ってる、まあ、タコ犬が前衛だった場合ね、ここにいて相手がここにいるわけですね。こうやって後衛と前衛でここにいて、こういう感じで、まあ、ここはちょっと言い過ぎですけど、ストレートの球だけを張ってほしいと。だからここの後衛がここに来て、ここにスマッシュ打った場合のここですよね。でこう来て、ここからスマッシュ打った場合のここですよね。でその時に今みたいなやり方をしないといけないんですが、言いますよ。で止めれたとしても、まっすぐかこっち側に打っちゃうので、こっから走らせた時に届かないんですよね、簡単に言うと。だったらこれ止めるのをこの線よりも中にしてください。止めるのをこっちです。止めるのをこっちです。そうすると見て、ほら線が長くないじゃん。ここからの線とここからの線だったら全然長さが違いますよね。こんだけ違うわけですよ。ここに打って間に合わせることも一つです。でも間に合わなかった場合はそこに原因があります。間に合わせるように練習をしないといけません。でもこれ質問、今質問されてる方っていうのは正直おいくつの方かわからないので、動くことにももしかしたら限界があるかもしれない。そうなった場合は頭を使いましょう。前衛が来た球をここで止めます。中に入れる、中に入れると走る距離が少なくなるんで。でね、皆さん考えてください。クロスネット、例えばクロスネットとかもそうですけど、パーンって止められた時に、ここからクロスネット打つのと、ここからクロスネット打つの、こっちの方が簡単なんですよ。こういう方式を使ってください。大丈夫ですね。これがいいかなというふうに思います。ジュニアのこのラケットは上級者用でも本人が気に入ればそれがいいですか？初心者用の方がいいんでしょうか？あ、これに関しては絶対上級者の方がいいです。で、重い方がいいです。できれば。できる限り重いラケットの方がいいです。いきなり軽いラケット使わしちゃうとダメです。理由とすると、軽いラケットだとやっぱりね、